こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、第140回最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、島なお様、です。どうぞ。もう8年前になるかな。当時高校生で、夏休みの時期でした。6年ぶりに。遠くに住んでる祖父母に会う。と父が言いました。夏休みももうそろそろ終わりで、遊ぶ金も使い果たしたので、暇つぶしにいいかなと。ばあさんじいさんもかなり年食ってて、会うのもこれが最後かな、とか、高校のつもりでも行きました。祖父母は、冒険のサマル島という、田舎中の田舎に住んでました。ビルなど全くなく、文明に孤立したような雰囲気でした。ところどころに、祠のようなものがありましたが、不思議に感じたのが、それに祀っているものです。普通は、お稲荷さんとか狛犬とかじゃないですか。でも、島中の祠で祀ってるのは目が一つの子供。よく、一つ目小僧とか、弾丸入道とか、サイクロプスとか出てきますよね。そんな感じなんですよ。まあこの島の伝統上の神様なんだろうな、とあまり気にはしませんでした。港から車で1時間、祖父母の家に到着。ボロくせえんだろうな、と思ってたが、自分の家とあまり変わらず、中も案外綺麗でした。じいさんは、大きくなっとんの。と、大げさに歓迎してくれました。今に行き、デジャブが起こりました。掛け軸のようなものが飾っており、そこにはここに来る途中に見た、一つ目の子供の絵が描かれてました。俺は祖父に、これについて尋ねてみると、これはな、不吉の象徴なんじゃ。不吉？なんでそんなもん祀っとんの？と俺は再度尋ねてみる。島なお様といっての、わしら愚かな島民が生み出したのじゃ。じいさんは少し暗い顔になった。俺は尋ねるのをやめた。家にいてもやることもないので、外に出てみた。家のすぐ裏には丘があり、何気なく登ってみる。丘の頂から見た景色は結構よく、ずっとここにいても飽きが来なかった。眠たくなったので横になり、すぐに眠ってしまった。そして目が覚める。もう日が暮れていた。ケツラも心配してるだろうと思い、体を起こし、家に帰ることにした。ケイ。突然俺の右側から、猿のような女のような子供のような、変なうめき声が聞こえてきた。俺はびくっとしたが、地元の子供が騒いでるのだろうと気にはしなかった。丘を降りようとした時、後ろから声がした。子供の声だった。なんて言ったかはわからんかった。後ろを振り返ると、2、3歳くらいの子供が立ってた。暗くてよく顔はわからなかったけど、褐色の斑点のようなものを羽織ってた。張ってて、張ってて。と、意味がわからない言葉を発してた。声にも違和感があり、鼻声？みたいな感じでかすれてた。その子供は俺に手を差し出した。何かをくれるような仕草だったので、俺も何も考えず手を出した。子供は俺の手に何かを落とし、スー、と消えてった。俺はポカーンとしてたが、ふと我に返り家に帰った。玄関は明るかったので、さっき子供が俺に手渡したものを確認した。首飾りだった。薄汚れた紐に、リング状のすべすべしたものがぶら下がってた。汚かったので、とりあえずゴミ箱に捨てた。じいさんや父さんに先のことを言おうとしたが、やめといた。そして夜も更け、寝床につく。昼に寝てしまったせいか、寝れない。自分はそんなの関係なしにぐっすり眠ってしまう体質なんだが、眠れなかった。なして。寝室の窓の方から声が聞こえた。あの時の子供の声だ。俺はハッとなった。なして、なして、しておった。確かにあのかすれた鼻声だった。俺は怖くなって、布団をかぶった。すると、子供の声がだんだんと近づいてくるのに気づいた。あ、やばい。と思った瞬間、俺の足を誰かが踏んだ。俺は、わあ、と叫び起き上がった。月の光でそいつの顔が照らされてた。またしてもデジャブ。それは、祠に飾られてた島なおの顔だった。すぐちに、鼻がなく、大きな一つの目が顔にあった。髪の毛は頭のてっぺんにちょんと乗った感じ。俺はもう、ここで死んじゃうんじゃないか、というくらいな動揺具合だった。そいつは俺の手をぎゅっと掴むと、またもすっと消えてしまった。そして、すぐに隣で寝てた親と祖父母が駆けつけてきた。
どうしおった？じいさんが聞いてきたので、俺は一言だけこう言った。今、島直に会ったよ。じいさんとばあさんは、それを聞くとかなり驚いてた。まっことか？島直様に会ったのけ？たたられたのか？じいさんがすごい形相で俺に尋ねてる横で、両親は困ったというか呆れた顔をしてた。俺も何も言えなくなった。そして、すぐにゴミ箱に捨てた首飾りを探した。でも、なぜかなかった。朝になっても俺は打つ状態だった。縁側の近くで崩れた状態で座ってる俺の前に、じいさんが寄ってきて語り始めた。70年くらい昔にな、とある警米がおった。何の話だ？と思ったが、俺はとりあえず耳を傾けた。その警米の中はとても良かったがな。愛は歪んでおった。ある日、妹の腹に、兄との子ができたことがわかったのぜ。島の宗教上、血の繋がった者が交わるのは過剰に禁じられていた。金を犯した者は処刑されるという、厳しい掟があったのぜ。そして、その警米も処刑されることが決まったんぜ。しかし警米はそれを拒み、駆け落ちをしてしまった。島民どもは島から警米を出さずにと、船を出すのを禁じ、血眼になって警米を探した。そして、山奥の古小屋でその警米を見つけたんぜ。妹は、赤子を抱いておった。産んでしまったのぜ。それを見つけた島の男が、その赤子を妹から横取り殺そうとした。しかし、その男は悲鳴を上げ、その赤子を放り投げてしまったんぜ。その赤子は、目が一つしかなかった。とかく、警米と赤子を島の奉行所に連れて行ったのぜ。警米はすぐに首をはねられたが、一つ目の赤子を殺すとたたられるのではないかと皆は思い、処刑を伸ばした。しかし、生かしておけばなおさら災いが起きるであろうと、その赤子をも殺したのぜ。その赤子には、魂をも滅しようと岩石で頭を潰し、体を切り刻み、海に捨てるという、酷な処刑法を施した。赤子を処刑し、数日が経ったであろうか。警米を処刑した三人の奉行人が死んだんぜ。そして、赤子を処刑した奉行人、警米捜索に協力した30人の島民が相次いで死んだ。島民らは、一つ目の赤子が、こやつらを葬ったのと考えたのぜ。そして、それから年に一人、行くところの生まれて間もない赤子が死んだ。島民らは一つ目の赤子の呪いじゃと思い、島中に赤子を祀る祠が作られたんぜ。今でもその赤子は、時たま島民の前に現れ、母がくれたのじゃろう、首飾りを渡しているそうぜ。なぜ首飾りを渡すのかはわからん。じいさんはそれを言い終わると立ち上がり、自分の部屋へと戻っていった。俺はそれを聞くと、とても悲しい気分になった。それから8年、まだ祖父母は健在だ。1年に一遍祖父母のとこに行っている。首飾りは渡すたびに捨てられて、その子の手元に戻ってるってことかな。捨てた投稿者が呪われたようには見えないから、今は呪うためじゃなく、ただ親の遺品を受け取ってくれる人を探してさまよってるだけなのかも。ちゃんと受け取ってくれる人が見つかれば、もう出てこなくなるような気がする。なんか島直がかわいそうに思えたのは俺だけだろうか。昔なら生まれて間もない赤子が亡くなるなんてよくあることだろうし。奉行人云々はたたりかもしれないけど。投稿者も無事みたいだし、なんか島直が村人から恐れられてたたり神みたいな扱いされて、寂しがってるみたいな感じがしたんだが。島直さんが、大事なものをあげたら仲良くなれるかも、とか思ってたのだとしたら。そして何より首を絞めるのではなく、手をぐっと掴むところが切なくてもう。もし佐渡へ行く機会があって、もし出会ったら俺が一日中遊んでやんよ。お菓子もいっぱい食べさせてやんよ、こんにゃろう。貼ってて。多分違うだろうけど、はめてとか？首飾りをはめてはめて、みたいな？つけてつけて、みたいな感じとか？それか、はじめましてとか。ただの勘だけど、首飾りは島外に持ち出してほしいんだと思う。両親は島を出たかっただろうから。では、皆様の米を見ていきましょう。捨てる？って思うよね、嘆願ちゃん悪くないやん。連れ帰りたい。兄弟でできたってのに興奮した私は鬼畜。昔の、しかも島という閉鎖社会で近親婚や血縁の濃い子供というだけで迫害されることには違和感があるけれども、
島奈緒ちゃん、素で哀れを感じるよね。抱っこして遊んでプレゼント交換しようよ。使ってないタブレットあげるから、赤尾さんみんな。では次に参りましょう。第2話目は、ゴリブエ様、イミブエ、です。動物好き注意。流れぶったぎるけど、思い立ってまとめた話があるんだがいいかい。昔住んでた冒険傍聴の田舎の近くまで行くことがあって、ついでに寄ってきて懐かしくなったので。今までよそで話したことなかったけど、どうもそこは合併して、もう街じゃなくなってたのでいいかなと思って。俺が昔住んでた冒険傍聴の田舎の話。クソ田舎ってほどでもないけど、中学校と小学校にスクールバスが必須で、学区内の小学校の半分が全校生徒50人以下くらいの田舎。母方のばあさんがそこに住んでて、ばあさんの兄弟が亡くなって、土地の権利がばあさんのものになって、なんやかんやで俺ら家族がそこに新たに家を建てて、ばあさんと住むことになったんだ。家建てて引っ越してしばらくしてから、その微妙な田舎で起きる妙なことに気がついた。時折、夜になるとどこからか笛の音がするんだよ。集落ってほどでもないんだけど、うちのある周辺にだけ聞こえる程度で、リコーダーとかじゃなくて、かといって尺八って感じでもない。聞いたことはないんだけど、オカリナとかに近いんじゃなかろうかって音。それが時折、夜になるとどこからか聞こえてくる。最初は近所のじいさんが吹いてるもんだと思ったけど、聞こえてくる方角はその時々で結構変わった。まあそれも特には気にしてなかったから、家族に話すことも特にしなかった。で、そんな笛の音に気づいてからしばらく経った頃、もう一つ妙なことに気づき始めた。笛の音が聞こえた深夜になると、ぼやが起きる、事故が起きる。最初は偶然だと思ったけど、何度も重なるし、消防の反照の音がしない夜でも、翌日、どこそこで事故があっただの、誰々さん家の納屋が燃えただの話が出る。それでもまだ偶然だろうと思ってたんだけど、数年経っても同じことが起こる。ただ、笛の聞こえてくる方角とぼやとかのは一致しない感じだった。そうやって何度も重なると、何かあるんじゃないかって思うわけで、ばあさんに聞いてみたんだよね。時々笛の音が聞こえるけど、あれ何？って。ばあさん曰く。あれは、この辺の氏神様みたいなもんでね。って話してくれた。こっからがちょっと長いかも。両親、特に母親はここ出身なので、は知ってたらしい。姉も笛の音には気づいてた。ってことで、ばあさんが話してくれたこと。あの笛は、悪いものを払うために氏神様が時折吹いているもの。ばあさんが子供の頃も、ばあさんのばあさんが子供の頃からもずっとあるらしい。そうやって笛の音が聞こえた後は、必ず悪いことが起こる。ぼやとか事故とか。でも笛のおかげで、この辺、俺の住んでる周囲には何も起こらない。これは実際、不思議なことに確かに何もなかった。氏神様とは言ってるものも、何の神様かはよくわかってない。ばあさんたちはゴリブエ様って呼んでる。漢字は知らない。この辺では暗黙の存在みたいになってて、みんな笛が聞こえると、あ、なんかあるなって思ってるらしい。だけど、時折嘘笛というのをやらなきゃいけないらしい。この嘘笛ってのは、いつもゴリブエ様が笛で守ってくれてるのに感謝したり、時々はゴリブエ様に休んでいただこうというので、いつの間にか風習みたいに根付いたらしい。それは、明確に決めたルールがあるわけじゃないけど、ゴリブエ様を祀るというか氏神とするというか、要するに、ゴリブエ様に守られてる周囲の家の信心深いじい様ばあ様たちが、時々ゴリブエ様の代わりに笛を吹くというもので、それで感謝とお礼とかを兼ねるそうだ。で、これをやるのは完全に格好の気分でやってるらしいけど、嘘笛をいつやった、誰がやったというのは、決して明らかにしてはいけないそうなんだ。とは言っても、明らかに隣の家とか分かってしまう時もあるけど、そこには触れないようにするのが不分律。で、ばあさんはじいさんが生きてた頃にはじいさんが増えてたけど、じいさん死んでからは参加してないそう。笛も実際オカリナだそうだ。オカリナだと思う、現物は見てないから知らんが言ってた。俺が聞いてた笛の方角にばらつきがあったのも、多分嘘笛をどこかでやってたのを聞いてたんだろう。とのこと。あと、確かに笛の音を聞いた時はぼやがよくあったけど、必ず起きてたわけではなかったらしい。この辺は話を聞くまでは百発百中だと思ってたけど、なかった日もあったらしい。
そうやって時折、匿名の完全気分の持ち回りの嘘笛を俺たちは聞いてたらしいんだが、ばあさん曰く。今でも時々は本当の栗笛様が吹いてらっしゃるし、その時は音色が違うんだよ。と。ばあさんは亡くなっちまったし、今はもうそこを離れて暮らしてるからわからないけど、俺が家族より先に上京して家を出る頃までは、まだ笛の音は時々聞こえていた。最後まで本当の栗笛様の笛の音はわからなかったけど、そんな、俺が昔住んでた田舎の話。終わりです。たぬき林とは違うような。オカリナっていうのもね。ゴブリエってのも、日本語というより外国語チックだね。ゴブリン的な。なんとなく外国起源のように思うけど、ご先祖さんに外人とかいない？たぬき林がどんなのかよくわからんけども、まあ漢字当てるとしたらやっぱりコリブエになるんじゃなかろうかね。移民の話も聞いたことないし、海なし県の山の中だし、コリだろうな。オカリナに関してはもうちょっと話があるんだが、特定されそうだ。嘘笛でググったら、神社のお土産で嘘笛ってあるらしいんだけど、それは嘘笛で意味も違ったから関係はないのかな？興味深いお話でした。嘘笛吹いたことを人に話したり、何年も吹かなかったりするとどうなるんだろう。神社はあったけど、なんか小さいお社の寂れたとこで人もいなかったし、名前が被ってるだけで関連はないんじゃなかろうか。だいぶはしょったので補足しとくと、ばあさんの話だと、ニュアンス的にいつ誰がというのがわからなければいいみたいだったよ。というか、その笛も適当に吹くんじゃなくて、ちゃんとメロディーがあった。だから、爺様婆様がその上の爺様婆様に習ったり、家で受け継いだりしてたって。受け継ぎ方はどうかは聞かなかったけど、そういう風にしてたから、嘘笛を吹ける人が誰々の家の誰々さん、くらいは知ってる人は把握してただろうし。何年も吹かなかったらどうなるか、についてはわからないけど、コンスタント、と言ってもそんな頻繁じゃないけど、には聞こえてた。でも栗笛様が守ってくれる笛の音ってことだから、吹かないとぼやとか起きるんだろうね。なんかはしょった部分で質問あったら、後でまとめて補足も兼ねて答えるよ。聞かなかったことはわかんないからそこは勘弁してね。まああんまないだろうけど。しかし、笛でぼやを事前に知らせてくれるのか、笛のせいでぼやが起きるのか。前者だったらあんまり役に立ってないみたいだし、後者だったら完全に疫病神みたいなものじゃないか。知らせるというより、栗笛様の守ってる範囲に起こらないようにする、みたいな感じ。田舎っていう小さいコミュニティの中って、さらに小さいコミュニティの集まりだから、よそはよそ、うちはうち、みたいなところはあったよ。クラスでいう班みたいなコミュニティ。だから、こっちからしたら一応最悪から守ってもらってるけど、よそからしたら疫病神だろうな。ってのは俺も聞いてて子供ながらに思った。でもよそは栗笛様のこととか多分知らないから、よくぼやだの事故だの起きるなぁ、くらいだったのではと。へぇ。じゃあつまり栗笛様ってのは、集落の中でもほんの数世帯だけのピンポイントな神様なのか。嘘笛は別にして、栗笛様自らが吹くという笛の音は一般の人にも聞こえるものなの？あと、栗笛様って容姿のイメージ的には何かの動物？人間？栗笛様、トトロみたいだなぁ。ほんの数世帯、ってほどでもないかな。一般的な町内会よりちょっと小さいくらい、と思ってもらえるとちょうどいいかも。栗笛様が吹く笛というのは、俺もこれがそうって言えるのは聞いたことないから、気づかないだけで聞いていたかもしれないけど、なんとも言えないけど、遊びに来た遠方の友人が。何これ笛？風流受ける。みたいなことは言ってた。それが嘘笛だったのか、栗笛様だったのかはわからない。栗笛様のイメージ、487が言うトトロってのは正直思いつかなかった。これまとめてみて、その中で栗という文字なんじゃないかってのがあったから、狐やタヌキみたいなのを今はなんとなくイメージしてるけど、当時はなぜか、小さな角の生えた灰色のガンダルフみたいなおっさんを想像してた。事故ってのはどんなの？まあしばらくすれば忘れるようなレベル？これは大事故、というようなものはなかったかな。田舎だし大事故も起こらないし。でも、自爆事故から人が死ぬような事故までいくつかあったな。殺人事件とかの類はなかったし、その事故にうちのコミュニティの人が巻き込まれたこともなかった。本物の栗笛様と嘘笛が被る日はなかったのかな？または同時刻に偶然、嘘笛が被るとか？暗黙の了解とはいえ、二
不定期で気まぐれならありえるだろ。これはなかった。覚えてる限りでは2カ所で笛が聞こえたこともない。俺もその辺は不思議に思ったこともあったけど、いかんせん吹いてるのが信心深い爺様婆様ばっかりだったから、なんとなくそういう空気を読めたんだろうと思ってる。嘘笛同士が被ったってのも、というか本物と区別できてないからなんとも言えないけど、ないな。俺がいた時はなかったけど、ずっと前にはあったのかもしれないけど。あと、オカリナについて補足。どうせもう町じゃなくなったし、発展してきてもう風習もないだろうし、仮に特定されても大丈夫かなってことで。オカリナはその町の特産というか伝統芸能というか、町の奥、山の方にそういう工房がずっとあって、そこで作ったものらしい。ただ、普通にお土産とかで売られてるものではなくて、コリブエ様の嘘笛を吹くために特別に作ってもらってたって話。作ってる職人のじい様が、コリブエ様について知ってたかはわからん。俺が行った時、その工房はまだあったけど、開いてるかどうかはわからんかった。ちなみにうちにあったオカリナとやらは、じいさんが亡くなった時に捨てたらしい。ばあさんは吹けなかったって言うからね。とりあえずそんなとこ、修行が足りないから連投ぶった切りでごめん。もしかしたら似た風習があるみたいな話が聞けるかなと、ちょっと期待してたのは内緒だ。だけどこの話は、決して人里離れた、テレビもねえラジオもねえ車も走ってねえみたいなクソど田舎での話ではなくて、田舎とはいえコンビニもモスもあるような微妙な田舎での話でさ。なんかそういう閉鎖された村みたいなところでなくても、こういう風習があったんだってのをちょっと話してみたくなったのと、戦術の期待もあった、というのを言っておきたい。今はその場所は高速が通ったりと結構発展して、合併して市になってるから、そういう風習はもうないかもしれないけど。まとめのコリブエ様って話読んで、すごい前に聞いた怪談のような民話を思い出した。聞いた時は普通にただの都市伝説的なものとかだと思ってたんだけど、まとめ読んでてあれと思ったので、一部脚色というかぼかしありだけど書いていいかな。某古県ではその昔、貧困にあえぐ村があった。その頃は京でまことしやかにもののけの存在が語られてて、それを高名ななんとかさんが退治したりとそんな頃。実は京を追われたもののけがその村の地方に逃げ込み、それが原因で村にはよく災いが起きていて、村はどんどん追い詰められていったそうな。ある時、もののけ討伐にも参加したことのある年老いた僧がその村を訪れた。僧はその村の惨状を見て、一目で良くないものの気配を察知する。村人たちはその僧に救いを求めるが、僧にはそれを払う力も残ってない。そこで僧は、ある忌避されて叱るべき術を村人に教える。それは薬剤を払う神様を作る方法。正確に言うと、神様に似て異なる何か。作り方は、もう呪物そのもの。いくつかの呪術を組み合わせて作るという、お粗末というかそんなアホなとも言えるような方法。具体的に言うと、孤独と犬神の作り方に、他のものも取り入れごちゃ混ぜにしたようなもの。本来ならそんな危なっかしいものは作らない。けど村はそこまで追い詰められていたし、何より村人にそれがそんな危なっかしいものという知識はない。すがれるものなら何でもすがろう、ということで実際に作ってしまう。孤独を作るような方法で生き残った、ある獣を何匹も集めて、煮詰めるようにまた。そうして何度も繰り返した末に残った一匹を、犬神のような手段で殺す。そこから、その獣が骨になるまで地中に埋め、骨になったら掘り出して、その骨である楽器を作る。それが、忌み笛。その笛のおかげで村からは災いが去り、もののけもどこかに姿を消して、めでたしめでたし。とはならず、新たな問題が起こる。その笛は確かに災いを払ったが、その払い方に問題があった。単純に笛の力で払うのではなく、向かってくる薬剤に対して、笛に蓄積されていた呪いやら恨みなどをぶつけて弾く、そんな方法だったらしい。当然、そんな邪法のような作り方で作られたものだから、込められているものは半端ない。けど、吹いている限りは村に災いが起こることもない。そして、村人たちは笛を吹き続けることを選んだんだけど、なぜか周囲の村や町に災いが起こる。そう、周囲に払うべき薬剤がないから、ぶつけるべき対象のない笛の呪いが周囲に飛び火していたのだ。それから時代は下って、少しずつ村も豊かになり、笛を吹き続けなくても災いに対抗できるくらいの知力もできた。
そうして笛は役目を終えて、その後藩主の手に渡りことなきを得る。という話があるんだが、まとめで見て似てるような、と思ったので、微妙にすれちな気もするけどそこはごめん。ただこの話、数パターンあって、偉い坊さんにもらった笛で魔を払うみたいなのもあって、一応笛と災いと、最後は偉い人のところへ、というのは共通してる。自分が聞いたのは、なかなかに怪談っぽく脚色された話だったのでは、と。今日から逃げてきたのが北へ逃げる途中の玉物前だとか、年老いた僧も実はもののけで、って話もある。もちろん今もその風習があったりということはないから、まとめのとは違う気もするけど、災いを払う笛というのが似てたので。ちなみに、東方は書いてある通り某古県の田舎です。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。嘘笛でコリ笛様を休ませることを自主的に行うから優しいな。モス、コンビニ、で微妙にマウント取ってくるあたり、本物です。コリ笛様がゴブリン様と、見間違えた俺はファンタジースキー。では次に参りましょう。第3話目は、真面目に相談したい怖い話があるんだが来てくれ、です。動物好き注意。これから話すことは一切嘘偽りないから、真面目に聞いてほしい。なんだ、嘘か、今から8年前に中古の家を買ってそこに引っ越したんだ。俺は3人兄弟であり、兄弟で家の中を探検ごっこしてたら、床下の入り口っぽいのを発見した。その床下の扉を開けると井戸を発見したんだ。完全に家の真下にあるの。その井戸には木の蓋がしてあり、お札が何枚もペタペタと。子供ながら気味が悪いと気づき、母親に報告したら叫ぶ始末。解体のバイトしてたけど家の下にそういうの見たことあるわ。気味悪かった。蓋して札貼ってあったわ。マジで？なんで井戸の真上に家を建ててるんだ？古い家の解体だったな。水道が通って井戸使わなくなったんじゃねえか？でも確かに家の下にあったから増築でもしたのかな。埋めると清がんどけって言われた。事故が起きないように蓋して札貼ってあったんじゃないかな。暗い井戸の中には水が残ってるみたいで、石を投げ入れるとボトンと音がした。井戸の上に家を建てるって珍しい作りじゃないんだ？知らん。木造の古い家だった。蓋と札はあったと思う。背筋がゾッとした記憶があるわ。母親は引っ越したいと親父にせがんだが、親父は聞く耳持たず。でも井戸をほっとくわけにもいかないので神主さんを呼んでお祓いしてもらった。それから数年経って、学校でこの話をしたら、友達が見たいって言うから親がいない時に招き入れ、その井戸を見せてやったんだ。俺は友人に見せた。そしたら悪ふざけで友人が井戸のお札が貼ってある蓋を開けやがったのよ。中を覗いたら真っ暗で何も見えなかった。懐中電灯を持ってきて恐る恐る中を覗くと、猫の死骸がめちゃくちゃ井戸の中に入ってるわけよ。めちゃくちゃってのはいっぱいって意味か？そうそう。てか不可解な話はこれからなんだが。とりあえず、蓋もしてお札も貼り直し、その場は事なきを得た。親父から絶対に開けるなって言われてたから、猫の死骸の話はしなかった。なんで猫ってわかったんだ？まだ生々しいのがあったから。それからというもの、家族の仲は良かったのに、ある日を境に夫婦喧嘩が絶えなくなった。親父は暴力を行い、母親は家を出て行って離婚。妹と俺は交通事故に遭うなど次から次に不幸が訪れるようになった。ある日に、妹の友人で霊的なものが見えるって子が家に遊びに来たんだよ。そしたらその子が震え出し、寒い寒い言う始末。ついには倒れ白目を剥き出しにして泡を吹いた。俺はさすがにヤバいと思い救急車を呼んだのね。病院に運ばれた後は特に何の異常も見られなく、普通にその子は帰宅できた。そして後日に、またその子が家にやってきて、改めてうちの家を見て。家に霊がたくさんついてる。とか言い出すのよ。しかも。この家に変わったことがない？とか聞いてくる始末。俺と妹とで床下の井戸の話を説明したら、この家からは一刻も早く、出て行った方がいいとか言い出すのね。俺は霊的なものは一切信じないたち。
その霊が見えるってこの言い分は全て無視していたんだが、霊は見えなくても気分はいいものじゃなかった。俺はこの井戸がずっと気になってたもんだから、親父に内緒でこっそり神主さんにまたお祓いを依頼してきてもらったのね。そしたら神主さんが家に入る前から、良くないことが続きませんでしたか？って聞いてきたんだ。俺は引っ越ししてから今までの家庭の経緯を全て話した。そしたら神主さんが、やはりですか。っていうのね。神主さんは家族全員を揃えた上でお祓いをしたいと言い出したんだ。親父には神主さんから説明するってことで俺は了解した。そしてお祓いの日、離婚した母親を抜きにして家族全員で神主さんの前に正座した。神主さんはお祓いの前にこんな話をしてくれた。実は私、この家が建つ前からこの井戸には幾度もお祓いをした過去があります。この家を建てた人にも依頼されてのものです。この井戸は昔、この地域の村の飲み水として活用しておりました。ですが、水道設備も充実しこの井戸も使うことがなくなりました。この前の家の持ち主は井戸の解体のお金を出し惜しみし、そのまんま井戸の上に家を建設しました。私はもちろん、その建設の仕方には大反対しました。ですがそのまんま家は建てられました。詳しくは話せませんが前の持ち主は不幸でこの家でお亡くなりになられております。私はその後に家を管理していた不動産屋さんに依頼され、井戸のお祓いをしております。井戸は水場。水場には神がおります。井戸も息をしているのです。その井戸を塞ぐという行為はとても危険な行為なのです。できれば現在のご家族のこれからのためを考えても、井戸の埋め立てをした方がいいと思います。こんなことをマジで言い出すのね。井戸を埋めるときって二通りの方法があるんだが、神主はどっちを言ったんだろう。ビデオダビングで解決じゃないか。わろた。きっと来るのか。俺と親父は二人で相談し、埋め立てが必要なくらい危険な場所なら引っ越すことを決意した。お祓いはしてもらい、それから2、3ヶ月で家を売り引っ越した。そしたら本当に不思議。なんて言葉で言い表していいのかわからないが、気分がすがすがしいのよ。風水的なもので家が変わると運気も変わるって言うだろ？そんな感じで不幸がぴったりと止まった。俺たちが住んでいた家には今は、新しい入居者がすでに住んでる。そして外にまで聞こえるくらい、毎日のように夫婦喧嘩してる家族が住んでるわけよ。そこの親父は完全に DV をやってる。井戸の存在を教えてやるべきだろうか？とても危険な行為なのに井戸を神様と埋め立てるのかよ。水場を残したままで、塞いでるだけの状態が危険なんだって。俺は霊的なものは一切信用しないが、霊ってのは水場に集まるんだって聞いた。それと猫の死骸の話。猫ってのは老衰や病死する場合、自分の死に際を人間には基本的に見せないんだって。死期が迫ると本当に飼い猫でも消えることが多い。猫は床下で死ぬことはほとんどないんだが、床下で死ぬ猫ってのはその家を恨むって意味があるらしい。嘘か本当か知らないけどな。そんなことないよ。うちは井戸3つ、蓋したままだけど何事もない。うちも井戸あるけど猫が死んだことはない。ここまで本当にマジ話。俺は文才ないよ。説明が下手くそですまなかったな。床下の井戸の存在も本当だよ。最近死んだ生々しい猫の死体があった原因だってわかる。井戸にしていた蓋ってのは完全に塞いでるわけじゃないのね。井戸が息をするための呼吸穴を開けてあるの。その穴から入ったってことかと。死ぬ前に井戸に飛び降り自殺する猫はロス。でも中で死んでたのは事実だ。俺は猫を飼ったことがないからわからないが、猫は死に際は飼い主には見せないって話は本当なのか？弱ったら本能で天敵のいない安全なとこに行くだけ。自分から井戸に飛び降りるわけがない。飼い猫でもそんな行動をするのか？水の上に猫の死骸が大量に浮いてるってことか？まさにそれ。本当に水面に猫が浮いてる状態。思い返しただけで気味が悪い。当時の俺は、誰かが声に猫を投げ込んで虐待してるかと思ったぞ。なんでそんな平気で嘘つけるの？水の中に死骸があったら水が腐敗してめちゃくちゃ臭くなるよ。井戸には空気通すための穴が開いてたんだよね。生活できないよね。そんなこと知らないよ。俺は猫よりも先に、水が入ってる状態の井戸に家を建てることすら考えられないんだから。普通に考えたら、湿気で家がダメになるのが早くなるし。
事実、その家の湿気は凄まじかった。トイレや風呂の排水口からナメクジが登ってくるんだぜ。そんな鳴らしたみした時に買わないだろ。だが親父は安かったから買っちまったんだな。2階建てで、庭付きの車庫付き。これで土地込みで500万円だったらしい。金額でヤバい家ってわかるだろ。場所による。どこいな？場所は詳しくは言えないが、鹿児島市内とだけ言っておく。井戸を開けると猫の死体がある。井戸に満杯の水が張ってあるわけ？最近死んだと思われる猫の死体。お前の家は何匹も猫入ってきても刺繍がしても気づかねえのかよ。井戸の半分以上が土で埋まってる。水ねえじゃん。ああ、井戸が半分埋まってるってのは外堀がだよ。井戸の中じゃないよ。どう説明したらわかるかな。コンクリートでできてる丸い縁の部分。これの外側が土に埋まってるの。不良品なお家売ったて裁判沙汰になるから秘密にしておこうぜ。俺たち一家は井戸の存在を買った後に知ったが、売った時は井戸の存在を説明してあるぞ。隠してても査定士にバレるしな。普通はそこを屋外に出したまま建築するか、埋めるけど、別に埋めなくても家の中にあることもあるよ。床下ってことは、埋める手間省いただけだろ。別に誰かが落ちるでもなし。あえて埋めなかったってことは、逆に問題なかったと考えるのが普通。誰かそこで死んでそれの冥福を祈るとかなら、埋めた上にお堂立てて札を貼るわ。おい、なんだよそれ。ってことは、うちの床下にあった井戸は人が落ちて死んだ過去がある可能性が高いってことか？俺が飼ってた猫は、死ぬ寸前まで動けないくらい弱ってたのに、最後は起き上がって俺のとこに寄ってきて人泣きしてから死んだよ。猫は死ぬ間際、飼い主にすら見せないってのは嘘なのか。息してるとか言っておきながら埋め立てを提案する飼い主さんはド S。 いやいや、息させながら埋めることあるよ。節抜いた竹差し込んで神様に息しながら休んでもらうんだ。勉強になった。井戸系の問題を抱えた家では、一家離散する確率が高くなるらしいね。精神病とか不倫とか。猫が入ってた理由は、誰かが入れたのか何らかの力が働いて猫が食われたのか。視聴者の皆様の反応を見ていきましょう。家を建築するにしても、井戸をちゃんと埋めておかないってのがありえないよな。床下に井戸があるのはまあ、古い土地ならありえなくもないと思うんだけどさ。猫の死体がいくつも浮いてるとか無理すぎるでしょ。一家全員鼻が詰まってるの？蓄膿症なの？お札を剥がす時点で死亡フラグ。では次に参りましょう。第4話目は、池の掃除、です。ドドッドン。大学生の時、変なバイトを受け負ったことがある。当時大学2年生だった俺に、同郷の一つ上の先輩からとある内容の LINE が送られてきた。アルバイトしないか？池の掃除。日当一人2万円。友達呼んでいいから。俺はコンビニでバイトして小遣いを稼いだりしてたが、収入はビビたるもの。服が大好きだったから出費がひどく、俺は先輩の LINE を見るなり、2万ももらえんのか、と意気揚々とバイトを引き受ける旨を返信した。そして、大学の友達を2人くらい誘ってその日を待つことにした。当日、先輩と待ち合わせしたコンビニ駐車場で友達と共に集合。ワゴン車でやってきた先輩は、駐車するなり俺たちを見つけ。おお、まるまる久しぶりだな。と窓から手を振る。車に駆け寄って俺は、久しぶりです。今日はよろしくお願いします。それと、友達の A と B です、と一緒に働く友達を紹介。先輩は、A 君、B 君、よろしくな。〇〇の先輩です。と握手し、A と B も、よろしくお願いいたします。と受け答えしてた。先輩は気さくだし、A と B も気のいい奴らだったからすぐに仲良くなれそうだ。コンビニで昼飯を購入してから先輩の車に乗る。車内にはいくつかのカゴが乗ってて、その中には作業着とかスコップなんかの道具がかさばってた。多分、池の掃除に使う道具を積んでるんだと思い、深く追求しなかった。俺は助手席、友達は一つ後ろの後部座席、その後ろの座席に道具がぎっしりって感じ。先輩の運転で郊外に入っていくと、
田園風景が広がっていく。池の掃除ということだから、まあ人里離れた場所にあるのだろうと大して気にしなかったが、さながら山に埋められに行く被害者の心境だ。車は峠に入り、さらに山地に深く侵入していく。それから明らかに市道らしき道が終わり、舗装もされていないような山道をガタゴトと揺れながら進んでいった。2時間もかけて山奥に入っていくのは、何回来た心地がしなかった。一瞬だけ、先輩に騙されて何か怖い人たちが出てくるんじゃないかとヒヤヒヤした。こんな奥で作業するんですか？ああ、結構大きい池なんだけど。辺境すぎて案内がないと迷子になるから業者も呼びづらいってことで、知り合いでバイト募ってんの。業者より安くつくしな。その分、バイトにしては破格の給料だろ？まあ、はい。不安になって先輩に話を聞くと、池の掃除自体は本当っぽかった。そうして到着したのが、四方を森で囲われて人里から隔絶された池。ヘドロが溜まってるのか藻が浮いてて泥水の広がりのような池だった。しかも、大きさは25メートルプール以上に広い。こりゃ一日で終わる目処が立たないが、日当2万円のためにやりきるしかないと思った。作業着は車に積んであったものを貸し出され、先輩も含めて4人が着替える。ちなみにトイレはその辺の茂みでやるように言われ、トイレットペーパーは車に積んであった。コンビニで買った弁当はクーラーボックスに入れてあるが、レンジが使えないのは想定外だ。まずは水草みたいに水面に浮かぶ謎の植物に、物除去をしなければならない。先輩は車から浮きのついた謎のロープ状の道具を取り出すと。これを池に浮かべて、二人がかりでロープを張り巡らせ、端から端に移動すれば草とか一度に集められる。と説明する。だが、草が集まると重さで引っかかったり取り残しができるから、誰か一人くらいは池に入らないといけないとして、俺が選ばれた。作業着は防水つなぎみたいなやつ。池に入ると結構冷たくて気持ちいいが、気分は良くない。つなぎは脇下のあたりまでしかないんだが、水かさはその脇下よりやや低いくらい。胸より少し低い、1メートルちょっとだった。ただ、みなそこにヘドロとか色々沈殿しているのか、足が取られて歩きづらい。浮きを頼りに少し犬かきをするように、俺はロープを押していく。ロープの両端はそれぞれ A と B が握ってて、二人が池の左から右にゆっくりと移動するのに合わせて、池の中で俺がロープを押して進む。面白いくらいにもや草を絡め取ることができて驚いた。小さな葉っぱやゴミなんかはさすがにすり抜けてたけど、大部分の雑草はこれで一掃できた。そうして集めた草は、45リットルのゴミ袋何十袋分だよってくらい小さな小山になってた。池から上がると俺の作業着は9割型泥で汚れてて、対して、先輩や A と B の作業着はまだ小綺麗を保ってたから、この落差よ、と皮肉ると、A が、どんまい、特徴する。集めた草は後日まとめて焼却するらしいので、池から少し離れた地面のくぼみにまとめるように言われた。正直、この草の山をそのくぼみに運ぶ作業だけで、数時間はかかるように思えたが、仕事だから文句は言えない。泥まみれの草を抱えてくぼみに運ぶ、それを A と B と共に何往復と行う。先輩は、次の作業の準備を進めてるのか、車から道具を運び出してた。なんかあれみたいだよな、シルバー人材センター。は？ B は草をかき集めながらそんなことを言う。何でも実家の庭木が手をつけられないほどボーボーと伸びきったらしく、その時にシルバー人材センターに剪定や草むしりを頼んだそうだ。まだまだ元気な高齢者たちが数人がかりで庭木をきれいにしてくれたらしく、B 曰く、今の俺たちはまさにそれに近い状況だと笑う。確かに作業的には似てるかもしれない。ただ、高齢者がこんな辺境で作業中に倒れでもしたら救急車も呼べない。だから俺らみたいな学生にアルバイトを頼んでるのだとしたら合点が言った。ただの草むしり作業と何ら変わりない肉体労働。素人でもできるが、体力的に厳しい業務。まさに無駄に元気な学生にうってつけのアルバイトだ。草の持ち運び作業中、先輩が。まるまる、こっち来てくれー。A 君と B 君は草運び頼む。終わったらこっち手伝ってくれー。と手を挙げる。俺は A と B に後を託し、先輩が待つ池のほとりに向かう。水抜きするからこれ引っこ抜くの手伝ってくれ。先輩がこれと指さすのは、水面からひょっこりと飛び出した、直径30センチ未満の穴が開いた円筒形の配管。
この池は、山の上流から溢れる水や雨水を溜め込んでいるらしく、一定量に達すると、この配管から下流に流れる仕組みで水量を調節しているらしい。池の中から飛び出した配管と合体している接続パーツがあるそうで、この筒を抜けば、8割方は池の水が水底の排水口から流れ出るそうだ。ただ、池に沈殿した泥も一緒に流れるから、詰まる前に救い出す重労働が伴う。例のごとく、先輩は地上から配管の縁をつかみ、俺は池に入って筒の全体を抱えて引っこ抜く。使われる立場の辛さを実感するが、それよりも随分と固くはめ込まれているのか、踏ん張っても一向に抜ける気配がしないことに意識が持っていかれる。もっと踏ん張れるか？先輩は芋を引き抜くような格好で尋ねてくる。先輩の体勢も腰を言わしそうだが、俺もヘドロでぬかるんだ水底でなんとか踏ん張り、ぐぬぬ、と気合を入れた。すると、とくぐもった音とともに配管が抜け、一気に水が排水口になだれ込み水かさが下がる。吸い寄せられるように落ち葉なんかが俺の体に集まってくるが、先輩は慌てて、これこれ、これ使って、と虫取り網みたいなのを渡してきた。またまた先輩は地上から網で流れ込んでくる葉っぱなんかを回収し、俺は池の中で回収を始める。排水口を背にした俺の懐に勝手に集まってくれる分、結構楽だった。だいぶ水かさが低くなった頃合いに A と B がやってきた。こっち終わりました。先輩は、お疲れさん、じゃあこれで泥をかき出すの手伝ってくれ。と、人数分のスコップを手渡す。膝下くらいになった池だが、足を踏み入れるとすねほどの泥を体感する。まさか、これを全部すくい出すのか。友達も池に足を踏み入れた段階で、その途方もない作業に感づいたのか。マジか。と絶望した顔をしてた。それからほとんど無言で泥やヘドロを池からすくい上げる作業が続いた。腰が痛いし、手のひらも痛い。というか、スコップの持ち手に触れる手の関節が擦れて痛い。たまに池の外にすくった泥を放る際に、勢いが足りず池にべちゃっと落ちた時、泥水が顔に跳ねる。すべてが不快で大変だった。お、なんだこれ。そんな時、A が何かを見つけた。スコップで持ち上げた泥の中に、光り輝く何かがあり、A はそれを泥からつまみ上げて池の泥水で洗い流す。指輪だった。指輪だ。宝石の類のないシンプルなデザインだが、何か文字が彫られている。もともとゴールドだったのかはわからないが、土色に錆びているような、もしかしたらシルバーが錆びついただけのような色味になってた。欲しいならもらっとけ。と先輩は言うが、さすがにここまで状態が悪いといらないような気がする。だが、A は少し悩んだ末にとりあえず作業着のポケットに突っ込んでた。だが不思議なことに、作業を進めてると他にも指輪が2つくらい出てきた。ちょっとした宝探しみたいな状況に、俺たちは他にも何かあるかもな、って内心ワクワクし始めてた。結局それ以降は何も発掘できないまま、池の泥掃除の4割くらいを終わらせて昼休憩に入る。4人で作業しているからか、この程度の広さなら1日で終わりそうな速度だ。暗くなる前に終わらせたいものだが、これで2万がもらえるなら有料バイトだ。先輩、このバイトって毎回あるんですか？俺はこんなバイトだったら定期的にやりたいと思い先輩に聞いてみた。俺も世話になってる先輩に頼まれてるだけだからな。下請けの下請けみたいなもんだけど、金払いいいからやってんだよ。俺の経験上、月に1回あるかどうかだけどな。そうなんですね。月に1回か。これだけ金払いがいいバイトがそうそう連続するわけがないか。それにこの池だって、一回掃除すればしばらくは放置してもいいだろうし。先輩の言葉に納得して、俺は冷えた弁当を平らげた。そして、午後の作業の開始だ。午後になるとさすがに簡単な作業は慣れてきて効率も上がっていく。だが、一番大変なのがすくい上げたヘドロや泥の山を、また別の場所に配置しなければいけない。それこそ工事現場の手押し車みたいな道具で、一旦山盛りに積んだのを敷地内の一角に集めるから、力作業が続いた。単純な泥すくいに胴体が痛くなってくるが、午後はどの作業も体力的に追い詰められていく過酷なものだった。あらかた池の底のヘドロがなくなった時、先輩から一旦水を流すから、排水周りに溜まった泥を掃除するように言われた。
排水の周りには自然のゴミ以上に人工的な廃棄物の破片が集まってて、特に汚い。それをスコップですくい地上に放る。そうやって配管周りをきれいに整えると、管の接続部の口に網が引っかかってるのが見えた。最初は配管の口にでも網を張って大きなゴミを集めてたのかと思って、何も考えずに網を手で引っこ抜いた。結構長めの網が丸まって蛇みたいにニュルニュルと出てきた。が、泥まみれの網に何か長細いものが絡まってる。なんだろうと思い、もう片方の手でつまんで引っ張ってみると、長い髪の毛だった。髪が何十本、いや、何百本とまとまっていた。うわ、気持ち悪、と池の外に放り投げた。それを見てた先輩が、虫でもいたか?と聞いてきたので、なんか、すごい量の髪の毛ありました、と、放り投げた物体を指さす。先輩はスコップの先端を使って器用にその塊をほぐすと、やっぱり人の髪の毛のようなものが広がる。それ髪の毛ですよね。しかも人の。俺がそう言うと、先輩は少し考えるように沈黙し、すぐにこう告げた。何かの動物のだろ。気にすんな。いや、さすがにどう見ても人の髪の毛にしか見えないと、俺は先輩の顔を二度見する。だが、先輩は。いいから作業続けてくれ。早く帰りたいだろ?と二べもなく指示を飛ばす。俺は仕方なく作業を続けるが、その後も髪の毛の塊が出るわ出るわ。明らかに人毛とおぼしきものが泥の中から出てきた。しかし、俺がやっぱこれ、と先輩に何か言おうものなら、先輩は、いいから黙ってやれ。と、普段温厚な態度が一変した口ぶりで何も言わせないのだ。さすがにこの池が何かヤバいことに使われているのではと勘ぐるわけだが、髪の毛以外には怪しいものは出てこなかった。例えば、人骨とか、そういうのは出ない。だが、A が発掘したように指輪がいくつも埋まってたのが気になり始めた。池の泥掃除が終わった後、山を少し登ると上流があり、そこに外れたパイプ管がある。池に水を溜めるには、このパイプ管を通して上流の川の水を流し入れるか、自然の雨水を溜める必要があり、俺たちは先輩の指示で上流まで足を運び、このパイプを川に差し込んだ。これにより池に川の水が流れ着くわけだ。この時、先輩は作業があるからと一人池に残っている。そこで俺は友達に髪の毛の話をした。なあ、俺、配管周りの泥掃除してたんだけど、髪の毛出てきた。俺がそう告げると、意外にも A も B も。お前も?俺も。と同じ意見だった。ただ、二人とも俺と違って先輩の人柄とか知らないから、俺にも内緒にして、二人でこのアルバイトがヤバい案件なんじゃないかと話し合ってたそうだ。もしかして死体遺棄とかした後の事後処理やらされてんじゃね?と A は言うが、指輪と髪の毛が出てきただけでそれは勘ぐりすぎではと思った。どっちにしろ、あまりこのことについては先輩に追及しない方がいいと思い、俺たちはバイトが終わるまで黙々と作業を続けることにした。ちなみにこの段階で不安を感じてた二人は拾った指輪を川に投げ捨てた。上流から水を送ると、次は池に戻って流れてくる水と一緒に、残ったヘドロをゴシゴシと磨き、排水に流す。そんな作業をしながらふとほとりを見渡すと、先輩はワゴン車にもたれかかるようにして誰かに電話してた。時折、俺がすくい上げた泥の塊、髪の毛がある泥の山を見ながら、神妙な面持ちで電話先の相手と話し、たまに俺たちの方を向く。だから俺たちはさっと視線をそらして作業に没頭した。なんか生きた心地がしなかった。夕暮れ時、ようやく作業が終わる。すると、お疲れ様。いやー、助かったよ。といつもの温厚な先輩に戻ってた。作業を終えると、上流の綺麗な川で作業着や泥汚れを軽く手洗いで流し、脱いだ作業着をカゴに入れる。一通り水を切った後は車に詰め込み、散らばった道具を回収して後は帰るだけだった。そして、山を降り、俺たちと待ち合わせに利用したコンビニまで送ってもらうと、駐車場の車内で日当が現金払いされた。100均で買ったような白い封筒を先輩から個別で手渡しされる。早速中を改めると。あれ ?3 万円入ってますよ。俺もだ。ほんとだ。と俺たちはびっくり。さっき先方に電話した時にお前らの働きようを伝えたら喜んでくれてさ。ちょっと色をつけておいてくれって頼まれたから。ボーナスみたいなもんだよ。
どうやら山で電話していた相手はこの仕事の依頼主らしい。だが、俺たちはうまく喜べなくて不器用にはにかんでみせた。先輩は、じゃあ、また仕事頼まれたらお願いすることがあるかもしれないから、その時はよろしくな。と言い残し、車を出した。そんな先輩を見送りつつ、俺たちは無事に帰れたことに安堵する。ただ、もう二度と先輩からのアルバイトの依頼は受けないと決めた。あの池が何に使われているのか、あの髪の毛や指輪の持ち主は誰でどうなっているのかはわからないが、関わり合いにならない方がいいと思ったから。それでも数ヶ月に一度の頻度で先輩から、バイトしないか?と誘われる。このまま番号を変えて、安易に先輩と連絡を絶つべきかかなり悩んでるが、毎回なんとか理由をつけてうまく断っている。一体俺たちが掃除したあの池は何に使われてるんだろうか。もしかしたら今も誰か知らない人たちが、あの池のバイトをさせられているのかもしれない。視聴者の皆様の反応を見ていきましょう。自分の良くない先輩で脳内再生されて、ああ、あの人ならあるかもって思ったけど他人なはず。池、ないことに使われてるんだろうな。日当2万だったら全然やりたいなーってポケポケしながら考えてたけど、やっぱやだった。では次に参りましょう。第5話目は、友達が送ってきた廃墟巡りの動画、です。ドドッツン。突然、友達、イコウエイから変な動画が届いた。どこかの森の中?みたいな場所にポツンと佇む絵を収めた映像から始まる動画は、長さにして約13分くらい。絵は自撮り棒を使って撮影しており、やや高い画角から自分を被写体にして背景の森、そして大きく画角を動かしてどこかの廃墟らしき建物を映す。ちょっと怖いけど入ってみるわ。わずかに緊張した口調の後、絵は木造なのか鉄筋なのかわからない、黒ずんだ2階建ての一軒家の中に入っていった。最初は変な動画だなぁと思ってすぐ閉じようとしたが、絵が映り、絵自身が廃墟巡りをするもの珍しさに、俺はのめり込むようにして視聴を続けた。玄関は腐ってるのかギーギーと音を立てながら押せば簡単に開く。土間からすでに土草や何かのゴミが散乱してて、とてもじゃないが素足で上がるのがためらわれる汚さだったが、A は土足で上がり込む。床も腐ってるのか、A が進むたびにメキメキと音を鳴らして緩んでいるのが伝わってくるが、A は気にする素振りもなく、手始めにリビングを映した。遮光カーテンがかかっててほんのり暗いリビング。家具なんかが置きっぱなしだが、どれもひっくり返っていたり破損している状態でひどいものだ。しかし、俺は窓辺の端、厚手のカーテンがこんもりと膨らんでいることに気がついた。よく学校でカーテンにくるんで遊んでいる奴がいるが、それと同じ感じで膨らんでた。A は気づかないのか?何のリアクションもないまま、A はキビスを返して廊下に出ると、次に別の部屋に向かった。次に向かった部屋は6畳ほどの和室で、ボロボロに引き裂かれた畳や引き出しが剥かれたタンスがある。ここはカーテンがすべて閉じていたのでかなり薄暗い。だからか、A は用意していたライトで室内の細部を照らしていた。どれだけの埃が溜まっているのやら、乱雑に放り出された衣服なんかは泥が跳ねたように汚らしい。特に物珍しいものもなく、A は和室を後にしようとした。だが、A がキビスを返す際、カメラが上を向いて和室の天井から縁をまたいで廊下の天井へと切り替わる瞬間、開いてた和室の天袋の暗闇に、スーッと人の顔らしきものが映り込んでるように見えた。うお。動画を見てた俺は思わず画面から遠ざかる。今のは見間違いか?よくあるドッキリ動画みたいでかなりビビったが、この時点で俺はあることを確信した。これは、A が作った絶叫系ドッキリ動画だと。いつだったか、ドッキリジフが流行ったことがある。何気ないシチュエーションの動画を見ていると、突然雲が画面に飛んでくるとか、ホラー画像が浮き出すとか、そういうのが流行った。A もそういうのをたまによこしてくることがあったから、久々にそういう系統の動画を発掘したのだろう。それも自作だ。最初のリビングのカーテンもポイントの一つに違いない。つまり、俺はここまででリビングと和室で、二つのドッキリポイントに気がついているということだ。作り物だと分かればさほど怖くない。
全部でいくつあるかわからないが、なるだけ全部見つけてやるという意地で、俺は最後まで主張することに決めた。和室を出た A は一度階段をスルーし、廊下の先にあった洗面脱衣所にやってくる。昔ながらの一面タイル張りの壁や床。そのタイルはほとんど剥がれ落ちていて、コンクリートブロックみたいな塊や粉が床に重なっていた。洗面所の鏡はいくつかの亀裂が入ってて、蛇口周りはサビで固まっているようだった。よく見かける素材不明のステンレスみたいな浴槽も錆びてるが、風呂場にはなぜかこたつが立てかけられてた。平成初期くらいに見かけためちゃくちゃ熱くなる網と熱源のやつ。やべ、懐かしいわ。俺も懐かしいと思ってたら動画内の A も同じ感想を漏らしてた。そして、A が風呂場を出て一度洗面所を移して廊下へ戻ろうとした際、俺は三つ目のドッキリポイントを見つけた。亀裂の入った洗面台の鏡。鏡に映った A の背後に重なるように誰かがいた。ほぼ重なってて一瞬 A がブレてるように見えたが、よく見れば顔の輪郭とか服の膨らみとかで誰かが重なってるのが分かった。A が振り返ると後ろに誰も立ってなかった。リハーサルでもやってたのかというほどスムーズだ。A が洗面脱衣所側から廊下を映すと、正面に玄関、左手にリビングの入り口があって、右手側に折り返して階段と和室の入り口があるんだが、リビング側と和室側から一瞬だけ人の顔が覗き込んでてちょっと笑いそうになった。ただカメラのピントが合う前に、すっと引っ込んだのではっきりとは追いきれなかったが、こういうのは心霊動画でよくあるパターンだ。きっとそういうドッキリを仕掛けてくると思って注視していた俺に見逃しはない。そして分かったのが、A と他に最低二人は撮影協力者がいることだ。A は廊下を戻り、2階に向かう。階段を踏み込む音は廊下より顕著だった。いきなり階段を踏み抜いて1階に落ちたりしないよな、と別の意味でハラハラしていたが、難なく2階へたどり着く A。2階は廊下を挟んで左右に部屋が一つずつあるようだ。A はまず左手側の部屋に入った。ここも1階の和室となんら変わり映えしないが、カーテンが引きちぎられていて窓も開放されているせいか、外の景色が見える。A が一歩一歩窓辺に近づくたびに、外が明るいせいで部屋の中を映すカメラが、逆光によって非常に暗く塗りつぶされていく。そのまま2階の窓から半身で外の様子を一望するように映すと、A は身を引くように数歩下がった。その時、逆光で暗闇になった画面が部屋の様子をスーッと映すんだが、壁面に真っ黒な人の形が一緒に浮き上がって、思わずおい、と声が出た。やられた。逆光とか明るさを利用した演出を仕掛けるとは A もなかなかやりおる。だが、その影は強光がちょうどいい具合になるとふっと消えてしまった。おそらくこれに関しては後で編集したものだろう。A はこの部屋を出ると、残る一部屋に向かう。もう一つの部屋は襖が閉まってた状態だったが、A が取って思って引くと引っかかりもなく開いた。中は真っ暗だった。かろうじて廊下側からの日差しで、中の床の一部が見えるか見えないかという絶妙な暗さ。おそらく機材の良し悪しもあるかもしれないが、ほぼ何も見えない状態だった。くれえな、ここ。A もぼそっとつぶやいてたが、まさか窓がないわけではないだろうに、どうしてここまで暗いのか俺も疑問に思ってた。そこで A は思い出したかのようにライトを構える。数回カチカチと音が聞こえたと思うと、パッと光が放ち、画面が白く飛んだ。そして、改めて他の色が浮き出ると、部屋の中を映し出す。そこには画面を睨むようにして佇んでいる、数十人という人間が密集して座り込んでいた。うわぁ、お A の絶叫に共鳴するように俺も叫んだ。画面も飛び跳ねたようにあっちこっちに小刻みに震え出すが、もはや俺がスマホを振ってるのか、A が手元を震わせてるのかわからない状態だった。うわ、うわ、わ。A は声にならない声を発しながら勢いよく階段を降り始めるが、階段下の廊下、その左右の部屋の入り口から数人の顔が覗き込んでた。全員が青白くニタニタと笑ってるように見えたが、A は、はぁ、とか甲高い声を上げながら盛大に足を踏み外して階段を転げ落ちる。とひどい音がしてたが、カメラが動いてたので A がすぐに起き上がって走ってるのは分かった。カメラは床を映していたが、A は絶叫というか、もはやおたけびに近い声を上げながら、うおー、と玄関を突き破るようにして外に走っていた。一
い床から草や土が映り始めて、俺も映画廃墟を脱出したことを悟る。カメラは一度青天井を映して白飛びしてしまったが、そのまま地面に寝転んだような横から見た構図を収める。右側に地面、左側に横向きの廃墟が正面から映し出される奇妙な構図。A の呼吸音が聞こえるが、俺はそれよりもカメラに映った廃墟に釘付けだった。少し距離があるからよく見ないとわからないが、家の入り口や窓といった吹き抜けの部分すべてから、人が覗き込んでる様子が映ってた。しかもそのうちの何人かは妙に細長い腕を、おい、と言わんばかりに振ってた。最後は怖かったなぁと、少しバクバクしながら呆然と映像を眺めてると、最後の最後、目元だけがかろうじて見えた人の頭のシルエットが、ぬっと画面端から覗き込んできたかと思えば、唐突に画面が真っ暗になって映像が終わった。最後の覗き込む顔には、もう全部終わったと思ってた分、今日疲れて声も出ないほどビビった。いやぁ、A はすごいの作ったなとちょっと感心しつつ、すぐに LINE に、結構怖かったよ。よくできてんなこれ、と感想を送った。するとわずか2秒ほどで、お前どこ?と返信が来た。返信の速さは別の意味で怖かったが、俺は今家だよと送ると、また2秒ほどで、そこどこ?と帰ってくる。なんだこいつ。なんか気持ち悪いくらいに入り込んでんな。俺は、A が俺を驚かすために役に入り込んでいると思ってた。すると、A との LINE の画面が着信画面に切り替わったかと思えば、別の友達、B からの着信だった。もしもし。おお、まるまる。俺、A。今、B のスマホ借りてる。うん、A? なんでわざわざ B のスマホから?そう不思議に思ってると、A はこんなことを言うのだ。実はスマホ落としてさ。悪いんだけど、その、一緒に取りに行ってほしいんだよ。は?今まで LINE で会話してただろ。本当に何言ってんだこいつ、と思った。いや、今 LINE したろ。は?誰が?お前と俺だよ。は?は?は俺のセリフだって。A の猿芝居に乗っかるつもりもないので、俺が、お前から変な動画送られてきたから、それ見て感想送ったじゃん。つか、よくできてたよ、と淡々と告げると、A は。うん、動画?と見当がつかない様子で聞き返してきた。だから、会話がずっと噛み合わない感じだった。さすがにめんどくさくなった俺は、だから廃墟で心霊動画撮影したんだろ?それを俺に送ってきたじゃん。結構怖かったよ、と強めに話すと、A は。いや、俺送ってないし。と消え入りそうな声でつぶやく。まだ俺を担いでるのかと思い、わずかに呆れた様子で鼻で笑ってやると、A は続けてこう言う。その、廃墟で撮影はしたんだけど、そこでスマホ落としたみたいなんだよ。家の中にさ、すげえでかい虫がいて、ビビって逃げた時に落としたっぽいんだ。俺、虫苦手だから一緒に来てくれないか?頼むよ。虫?そんなシーンあったか?と首をかしげた。俺が見た限りでは、A は部屋の中にいた幽霊役の人を見て、廃墟から逃げ出す芝居をしていただけだろう?と困惑した。そもそもスマホを落としたというなら、どうやって俺に動画を送るんだ。矛盾しているじゃないか。いや、スマホ落としたのにどうやって動画を送ってきたんだよ。だから俺は送ってないって。つか、もしかして誰か俺のスマホ拾ってんのか?お前、俺のスマホから連絡来たの?いや、まあ、LINE が来たよ。廃墟を回ってる動画。あれはお前が撮影したんだろ?そうだよ。廃墟巡りしてたら2階で虫の集団と出くわして逃げ出したんだよ。つか、俺のスマホ拾ったやつから連絡来てんなら、返してくれないか聞いてみてくれよ。A の口調は本当に焦っているようで、とても演技には思えなかった。つまり、A は本当に廃墟で心霊動画を撮影した後、そこにスマホを落としたということになる。で、その廃墟にやってきた第三者が A のスマホを拾い、中身を見た後に LINE を開いて、俺に A が撮影した動画を送ったということだろうか。俺は A に、ちょっと待ってろと言った後、A との LINE 画面を開き、すみません、それ友達のスマホなんですけど、もし拾ったなら交番に届けるか、直接返してくれませんか?と送った。仮に A が嘘をついていても別に構わないと思ったが、返信は相変わらず早かった。ここ。二文字のメッセージを添えて、あの廃墟の外観を写した画像が添付されてきた。ここって、
友達がそこでスマホを落としたみたいなんですけど、そこに取りに行けばいいんですか？と送ると、ここ。と同じメッセージが返ってくる。もしかして、A のような廃墟巡りを趣味にした人種か？それともホームレス？そんな警戒心を抱きながら俺は、わかりました、そこに取りに行くので、着いたら連絡します、と送ると、メッセージはないまま既読だけついた。ああ、ええ、交渉したら、あの廃墟？まで取りに行くことになったけど。お早いな、マジ助かる。今からでもいいの？俺は別にいいけど、B も行くの？ちょっと待って。通話の向こう側で A と B が喋ってる声が遠目に聞こえてくる。一緒に来てくれるって。つか車で送ってくれるって。そりゃありがてえな。いや、マジ助かるわ。帰りに丸々と B に晩飯おごるわ。そりゃありがてえな。どうやら B が車で A の前まで迎えに来てくれるそうだ。通話を一旦終えて、俺は外行きの服に着替えると、ベランダでタバコを吸いながら B の車が来るのを待った。10分もしないうちに B の車が来ると、助手席から A が手を振ってるのが見えたので、俺は部屋を出て下まで降りる。B の車の後部座席に乗り込むと同時に A から。マジ助かるよ。と大げさに拝まれたが、晩飯でチャラなと言えば。任せとけ。と言われた。B は。それでバツバツ方面でいいの？バツバツ省の橋渡った先の道？と A に質問すると、A は。そそ。その道をずっと行くと二股に分かれてんだけど、まあ行きながら説明するわ。と座席に深く腰掛けた。B の運転に揺られてしばらく進んでいると、A の言う通り二股に分かれた道が見えてきた。山側に続く道に入ると、だんだんと閑散とした農村みたいな場所が続いていく。そこからさらに家屋がなくなるまで峠を進んでいくと、舗装されていない脇道のような入り口が道路脇にある。ただし、脇道は車が通れるほど広くもないし、舗装もされていないから木の根っこなどで道がデコボコしているため、とりあえず2車線くらいの幅がある道路の端に車を止めることにした。この奥にあの廃墟があるの？おう、多分、俺らの足なら普通に5分くらいで着くかな？ A はそう言いながらシートベルトを外して車の外に出る。しかし、B は。俺は車にいたずらされたくないからここに残るぞ。なんかあったら電話して。とシートを倒してゆったりとくつろぎ始めた。まあ、車を出してくれている手前、いくら心細いと言っても A は B に強く出れないだろう。わかったよ。置いていくなよ。んなことせんよ。A は念を押して B に。マジで待っててくれよ。とお願いしてた。結局、俺は A と二人で脇道を登っていくことになった。軽い登山だなと思いながら、動きやすいスニーカーを履いてきてよかったと安堵する。なあ、マジでドッキリじゃないの？だから本当に知らないって、マジで落としたんだよ。道中、俺はまだ確信できてない気持ちから、A に本当はドッキリなんだろ？と何度も問い詰めたんだが、A は、知らない。の一点張りだった。ちなみに送られてきた動画は A と B に見せていない。なんか、A が固くなに自分が送ってないって主張し始めたあたりから、妙な予感がしてもう一度再生するのが怖かった。A の言う通り、5分くらいで動画で見た廃墟の前に到着した。午後3時を過ぎているせいか、随分と陰気な雰囲気を醸しているが、ところどころ明るい陽光の照り返しで眩しくもあった。その眩しすぎる陽光のせいで影はひときわ暗かったが。ちょっと連絡してみる。早速俺は A の LINE に到着したという旨のメッセージを送った。すると2秒と経たず。中。と帰ってくる。返信早。A の感想に俺も同意だ。しかし、なぜ中に入らないといけないのだろう。まさか、中に大勢の仲間が待機しているとか？そんな不安を A に相談してみると。それはちょっと怖いな。と眉根を下げていた。ひとまずスマホに備わってる通報機能の準備でもするとして、本当に中に入るのかと A に再度確認する。てか、普通に声かけたら返してくれないかな？すると、A は少し廃墟に近づいてから。すみません、スマホを落としたものですけど、今A の前にいるんで、返してくれませんか？と叫んだ。もしかしたら B にも届くかもしれない声量だったので、仮に密閉状態の室内にいても聞こえるはずだ。しかし、廃墟の中からのリアクションはない。その代わりと言ってはなんだが、LINE に。
中。と最速のメッセージが届いた。ちょっとキモいな。じゃあ、俺が中に入るから、なんかあったら助けてくれ。ここまで来たらもう中に入るしか選択肢はない。A は自分が中に入ってみるから、何かあったら助けに突撃するか、警察を呼ぶか、B の応援を頼むと頭を下げた。A との付き合いは5年にも満たないが、こんなくだらないことで嘘を重ねるような人間ではないことはわかっている。もちろん、俺もここまで来たからには鼻から一緒についていくつもりだ。俺も行くよ。もし変な奴だったら二人の方がいいだろ。マジ助かるわ。お前はそれしか言えんのかと思いつつ、A が先頭に立って朽ちた玄関を開いた。動画で見た光景そのものだったが、実際に見ると雰囲気が段違いだ。マジでホラー映画の世界に迷い込んだみたいだし、冷たい空気の感覚や火中に染みついた変な匂いが鼻にくる。お前よくこんなところ一人で入れたな。俺、虫以外なら結構平気。A の中では変な輩や幽霊なんかよりも虫が最上位で苦手みたいだった。すみません、どこですか？ A が叫ぶと数秒後にメッセージが来る。二階。そのメッセージを見て、A は。うげ、よりによって虫がいるところじゃん。嫌がらせかよ。と心底嫌そうな顔をしていた。ちなみに俺も心底嫌だった。だって、二階の右手側の部屋。あそこの中に A は虫がいたというが、俺が動画を見た限りでは別のものがいたわけだ。なあ、A。お前、二階の右側の部屋で虫を見たの？おう。ライトつけた瞬間部屋中にうじゃうじゃしてて心臓止まるかと思った。俺は少し間を置いてからもう一つの疑問を尋ねてみた。お前、一人で来たの？おう。俺は少しうつむきながら A が階段を上る後ろに続く。A がドッキリを仕掛けていたり、嘘をついていなければ、俺に送られてきた動画の方がおかしいということになる。もし本当に A が一人で廃墟を巡っていたなら、ところどころに映り込んだ人影は仕掛け人じゃない、本物ということになるんだが。ああ、なんか怖くなってきた。そう不安になっていると、すぐに2階に到着した。左手の部屋の入り口は開封されていて、覗いても誰もいないことがわかる。つまり、A のスマホを拾った人は右側の部屋の中にいるということだ。俺が2階に着きましたと送ると、既読がつくのみ。返信来ねえ。初めからいなかったんじゃねえの？もしかしたらスマホを拾ったやつにからかわれたのかもしれない。そう疑った矢先。俺たちは反射的に物音がする方に振り返った。そこは廊下と部屋を隔てる襖。その中からカリッと妙な音が鳴っていた。中にいるっぽくね？マジかよ。こん中に虫ワンサかいたんだぜ。やべえって。A は虫を想像して鳥肌を立てているが、俺は動画の内容を思い出して蒼白になっていた。マジでどっちだ？スマホを拾っただけの人間？本物の幽霊？A とは違う焦りを浮かべながら、俺は A が。開けるぞ。虫いたらマジで助けてくれよ。頼むぞ。と小声で言い寄ってくるのを無言でうなずいた。A はライトをつけて勢いよく襖を引いた。中は動画のように真っ暗だったが、A はすかさずライトをかざす。動画と違って白飛びする時間もなく、すぐに光が当たった部分があらわになる。A がライトをさっと部屋を見渡すように振れば、中の構造がある程度視界に飛び込んできた。押し入れ、畳、砂壁、昔ながらの四角い電気傘、そして畳の上に無造作に置かれた A のスマホ。俺たちはすぐには中に入らなかった。A はおそらく虫を入念にチェックしているのだろうが、俺は動画で見たものを警戒するようにライトが当たっていない暗闇を注視していた。それにちょっと酸っぱいような匂いが部屋に染みついていて、生理的に中に入ることを躊躇してしまう。虫いねえよな？いないな。臭いけど。A が恐る恐る部屋に入り始めたので、俺も気は進まないが A に続く。A のスマホは画面が光っていた。A がスマホを拾い上げると、どうやら俺とのLINE画面のようだ。見つけた。画面を見ながら A はそんなことを意味深につぶやいた。よかったな。俺がそう言うと、A は。これ。とスマホ画面を俺に向ける。A のスマホを覗き込んでみると、入力欄に。見つけた。と入力された状態だった。怖。もしかして A のどこかに隠れてんのかな？
俺も A も不気味に思いながら、部屋の押し入れに目が行った。まさか、この中に隠れて様子を伺ってるのか？互いに顔を向けて。どうする？開ける？やめとけって。と小声で押し問答していると、押し入れの中から。と音が聞こえてきた。やっぱ中にいるって。いいからこのまま帰ろうって。あくまでも小声だが、俺たちは冷静さを欠くように話し合う。A のスマホを見つけた喜びと、部屋の中に何もいなかったあっけなさで、部屋に入る前に聞こえた音をすっかり忘れていた。押し入れから聞こえる音は虫が這うような音ではなく、明らかに人為的な音だった。いや、まだネズミとかの可能性もあるので確実性はないが、それでも押し入れの中に何か生き物がいることは確かだ。妙な気配を強く感じる。俺は A のスマホも戻ってきたし、もう帰ろうと提案するのだが、A は。ここまで来たら、どんな奴が俺のスマホ拾ってお前に LINE したのか気になるだろ？と、ちょっと俺の気を引くようなことを言って説得してきた。正直、どんな奴が A のスマホを使って俺に LINE を送り、そこどこ？と俺のいる場所を特定しようとしたのかは気になってた。どっちみちヤバい奴には変わりないだろうが。A は、人間相手なら俺に任せろ。と意気込む。開けてネズミやらムカデが飛び出してきたらどうすんだよと思いつつも、まあ、A と二人がかりなら最悪どうにかなるかと甘い考えに至り、俺は A の提案を飲み込んで押し入れの中を確認することに決めた。一応体格のいい A が身動き取れるようにライトは俺が持つ。俺がライトを押し入れに向けて、A が押し入れの襖を思いっきり引くと、中身は二段に分かれた空の内装があるだけで、中身は何もなかった。拍子抜けと言わんばかりに俺と A は深くため息をつく。虫も人も幽霊もいない。じゃあ何の音だったんだ？と思いつつも。B が待ってるし、帰るか。と A が振り返ったので、俺もキビスを返して、だなぁ、と顔を上げた。そして、すぐに俺たちは足を止める。顔を上げたまま硬直し、わなわなと震え上がる。廊下からはわずかに日差しが入り込んでいるのだが、入り込むのは光だけではなかった。逆光でくっきりと浮き上がった人の頭が、縦長の入り口の枠のあらゆる角度から覗き込んでいた。足元から天井まで、頭部のシルエットが部屋の中にいる俺と A を覗いていた。わわわ。隣から震えて声にならないのか、A のうめき声のようなものが聞こえた。俺も叫びたい一心だったが、喉が閉まっているかのように声が出せなかった。それでも力いっぱい腕に力を込めて、隣にいる A の腕を引っ張ろうと思った。特にそれで何ができるとか、何も算段はないが、無我夢中で A にすがろうと思っていたのかもしれない。虫以外は平気なんだろ？ええ。そう思って震えながらカクカクと隣の A に振り向くと、そこには知らない顔があった。一瞬、顔かどうかわからなかったが、数秒でそれが逆さまになった顔だとわかった。長い髪を床いっぱいに垂らした老婆のような顔立ちだった。どこからその顔が出てきたのかと首をたどれば、押し入れの中の天井裏から上半身を乗り出すようにして、俺と A の間、ちょうど俺たちの顔の高さに位置する場所に顔を忍ばせていた。俺がその顔に気づくと、どうやら A もこっちを見ていたのか、今度こそ悲鳴を上げた。うわぁ。それと同時になぜかこの部屋の襖が閉じられて、一気に視界が暗転する。俺たちはパニックになった。明かり、つけろって。うわぁ、おわ。A の土星に近い声に従ってライトで部屋中を照らすが、照らす場所すべてに人影が佇んでた。正面を照らせば背丈のまばらな人影が数人立ってるし、横を照らせば壁際にも数人の人影が立っている。A を照らせば A の背後にも数人の人影が立ってるし、押し入れを向けば、あの老婆が天井から逆さまにぶら下がってこっちを見ていた。ああ、もうダメだ、漏らす。そう思った刹那、突然誰かが目隠しをするような手のひらのシルエットが視界を包み込み、俺の目を抑える。やめ。ひ。実は幽霊ではなく、怖い輩の人たちだった。とっさに思ったのは、裏社会の人間に連れ去られるのではという恐怖だった。とにかく、幽霊なのか怖い人たちなのか、俺にはどっちなのかもわからないし、どっちでも怖いのは間違いないので慌てふためいていた。ああ、俺の人生ここで終わる。そんなことを思っていると、遠くから。おい、まるまる、という B の声が聞こえた。俺はこれが最後のチャンスだと思い、
ビーと全力で叫んだ。血管が吐き切れるかと思った瞬間、血の気が引いてさーっと頭の芯まで冷めていく。あ、血管切れたかもと思った瞬間、B の。二階か?という気の抜けた声を聞いたら、安心したのか眠るように意識が遠のいていった。そして次に目を覚ますと、B が俺の体を揺すっていた。おい、まるまる、起きろって。B?頭が少しクラクラするが、俺は2階の部屋の中で倒れたみたいだ。俺がここにいるということは B があの集団から助けてくれたのだろうか。俺が頭を押さえながら起き上がると B が。おい、大丈夫か?なんか叫んでたけど。と不安そうに見てきた。A は?ひとまず A も無事なのだろうかと確認してみると、B が俺の横を指さした。A も俺と同じように倒れたのか、すぐ隣で仰向けに寝ていた。あいつらは?あいつら?次に部屋を覗き込んでいた奴らや、部屋の中にいた奴らをどうしたのか聞いてみると、B は首をかしげた。気を失う前に B が来てくれたかと思ったが、記憶違いだったのかと思い、B に、あれ ?B が助けてくれたんだよな?と聞くと、B は、何から?と質問を質問で返す。俺、どのくらい気を失ってた?多分、5分もしないくらい。B の話では、車で待機していると尿意を催したので車から降りて、小道で用を足していたそうだ。そこで何か俺たちが向かった脇道の方から、小さいが俺や A の悲鳴が聞こえたから、気になって廃墟まで登ってきたという。玄関が開いてたので俺たちがこの中にいると思った B は、とりあえず他人がいたらまずいと思って、俺たちがいるかどうか玄関から声をかけると、俺の全力の叫び声が聞こえたから2階まで上がった。そしたらこの部屋で倒れている俺と A を見て、大丈夫か?と駆け寄ると、本当に気を失っているようだったから、今まで体を揺すって起こそうとしていたそうだ。いや、マジで救急車呼ぼうかと思ったわ。B は半笑いでそう言ってたが、俺は B が2階に上がるまでに人とすれ違わなかったのかと疑問に思った。他に誰かいなかった?え、いなかったけど?マジか。俺が気を失う前、B が2階に上がるまで誰ともすれ違わずにすぐにここまで来たことが本当なら、俺と A が見たのは人間ではなく、幽霊ということになる。そうなると、俺の LINE に動画を送ってきたのも幽霊ということになるが、それから俺は B と一緒に A を叩き起こすと、A は、はえ、あれ?と記憶もおぼろげに A は部屋の中を見渡し、眉間にシワを作りながら、あれ?と不思議そうに首をかしげてた。ちなみに、押し入れの天井を調べてみたけど、あの老婆が出てこられるような天井裏への入り口や隠し部屋はなかった。そしてなぜか A にはその時の記憶はない。スマホを受け取りにこの2階の部屋の前まで訪れたところまでは覚えているようだが、中に入ってからの恐怖体験は綺麗さっぱり飛んでいた。だから俺が B に隠れてこそこそと、部屋で見たこと、B に話すか?と耳打ちしても、なんかあったっけ?と返されて困ったものだ。倒れた時に頭でも打ったのかと心配になったが、もしかしたらあの人影の集団や老婆に何かされたのかと思うと追求しづらい。特にミイラのように目元がくぼみ土色になった老婆の顔が、真横に現れた光景を思い出すと、今でも血むこが縮み上がる。まあ、A のスマホを取り返すという当初の目的はクリアできたし、その後は気が乗らないものの、帰りに A のおごりでファミレスでごちそうになった。ただ、A も大事なところは記憶がすっぽ抜けているので、B には部屋の中での出来事は話していない。だから普通に2階のあの部屋に、A のスマホが置き去りにされてたとごまかした。トラウマになったのもそうだが、こういうのは関わらずに早く忘れた方がいいと思った。だから A との LINE は1回退出して履歴をリセットしている。しかし、A と B と別れた夜に、A から。そういやあそこで撮った動画送るの忘れてたわ。という内容と例の廃墟巡りの動画が、再添付されてきた時はマジで切れそうになった。動画は見ずにスルーしたが、そもそも A にはあの動画が普通の動画に見えるのだろうか。俺には心霊動画にしか見えないので二度と見るつもりはないが、A が他の人にもあの動画を送ったらもう俺の手には負えない。さすがにもう関わりたくないというのが本音だ。
視聴者の皆様の反応を見ていきましょう。落としたスマホでフリック操作しながら写真も添付する幽霊とか可愛いな。怖すぎた。部屋中にうじゃうじゃいる虫も想像だけでやばい。 LINE ができる現代的な幽霊、廃墟におびただしい量の悪霊、相当大物っぽいけど突入してる時間帯に救われてそう。おもろすぎる。で、イニーライラおまむし以外 OK なはずなんで、すぐ帰らないのさ、オラオラ。では、次でラストです。最後のお話は、不思議な力に守られたのかもしれない話、です。ゆっくりしていってね。それは数年前の春休みのこと。ネットで知り合った友達とよく遊んでて、その人の友達なども交えてグループができていた。ある日、ゴールデンウィークに旅行へ行くこととなった。メンバーは俺を入れて5人。車での旅行だ。そして計画も決まって当日の前夜、そのメンバーの一人の家に集まって泊まりをすることになった。旅行の前日ということもあり、みんな早くに寝ていたのだが、どうも俺だけが寝つけなかった。深夜の4時を回っても眠れず、さらに不思議なことに全身が締め付けられるような感覚に襲われ、脳が揺さぶられるような感覚も感じた。ふと目を開けると、誰かが横切ったような感じがした。怖くなった俺はさらに寒気も感じて、早く寝たい早く寝たいと思っていた。結局不快感は続き、外が明るくなるとともに落ち着いてきて、いつ眠ったのかわからないが俺は眠れたようだった。だがしかし立ち上がろうにも、全身がこれまで体験したこともないような筋肉痛に襲われ、立つのも困難なほどだった。すでに起きている仲間たちに起こしてもらおうとすると、ふざけてると思われつつも普通に起こしてくれた。しかしやはり歩くだけで辛いほど全身が痛い。これは何かの病気か？と思うほどに、これでは旅行どころじゃないので、仲間にその旨を伝え休もうとした。仲間たちに信じてもらえなかったが、俺が強く言うと信じてもらえたようで、残念ながらに不参加となった。そして俺はその日に病院に行くことにした、仲間を見送りつつ。救急車を呼ぶのは請求が来るだとかの都市伝説を信じていたので、タクシーで病院へ行った。診断の結果、全身に多大な疲労が溜まっているため、3日は安静にしろとのことだった。他に異常はなく、医師も重労働を続けていたのでしょうと笑みを浮かべながら話すほどだった。とにかく一安心した俺は自宅へと戻りベッドで横になっていた。すると眠気がすぐに来て眠った。疲れているのか次に目が覚めるのは4時間後だった。4時間寝てすっきりしたのか、体がとても楽になっていた。これなら旅行へ行ってもよかったのにと思うほどに。時すでに遅し、俺は諦めパソコンデスクの前に座った。そして俺はニュースサイトを巡回してた。するとあるサイトで、トップニュースの一覧に、4人が死亡した事故についての見出しがあった。また何か交通事故があったのかと思い開くと、そこには見覚えのある高速道路名が書かれてあった。そう、本来ならば俺も通っていたであろう高速道路である。今頃あいつらも渋滞に巻き込まれてないかな？それなら追いつけるんじゃないかと思ってニュースの記事へと目をやった。記事を見ていると、スピードを出していた車が車線変更の際に大型車と衝突したようだった。またこの手の事故か、バカなドライバーも多いもんだと思って記事を読み進めた。すると、死亡した4人のうち2人は、身元調査中で残りの2人は名前が出ていた。年齢は21と19、若い奴らだ、先輩と後輩だろうかと思った。俺はその2人の名前を呼んだのは間違いないが、脳が勝手に情報を遮断してるのではないかと思えるほどに、信じられないようなことだった。そう、朝まで談笑していたうちの2人の名前がそこにはあったのである。俺はあまりの事態にすぐにテレビをつけた。この程度のことはそこまで報道されることはなく、夕方のニュースで軽く触れられる程度だろう、そんな風に思った。それよりも、未だにそのニュースが信じられないのである。そして夕方のニュース内のラストの付近でそのニュースが取り上げられた。事故発生で渋滞、交通規制が起きていると、そして死亡した人の名前も出ていた。間違いなく朝会話していたあの二人である。俺は突然大泣きしてしまった。頭がおかしくなってメールもしてみたが返事はない。どうすればいいのか警察に言えばいいのだろうか。俺は身元不明の二人の名前を知っている。役に立てるかもしれない。しかし、体は動かなかった。
その日は布団の中に潜り込んで一日を過ごした。家族にも遮断してもらうようにした。事故のことは話さずに。俺はその日もいつの間にか寝ていた。朝は早起きした。朝起きると脳内はだいぶ整理されていて、落ち着いてニュースの続きを探した。すると身元不明だった残り二人の名前も確認できた。俺はとりあえず警察に行くことにした。とりあえずどうしたらいいかわからなかった。警察署について事情を話すと、食事や交通はこちらで用意するから、より大きな署の方へ移動するように言われた。何やら大層なところに来たようだ。部屋に入ると威厳のある方が頭を下げて挨拶をしてくれた。俺も会釈をし、話すことになった。その人は警察の中でもかなりの地位のある人のようだった。俺は重要参考人らしい。どういう経緯で旅行に行くことになったか、どこで知り合ったか、その人たちの性格などまで話した。そして一通り話すと、彼らの分まで強く生きなさいなどと激励を受けそのまま帰ることになった。カツ丼は都市伝説だったか、と思いつつ家に帰った。俺はその日からしばらくネットの交友関係を断った。特に意味はないだろうが。その時の俺の心境からすると妥当な行動だろう。彼らの葬式にも、参加しなかった。ふと、思い出したのだが、俺は小さい頃親戚のおばさんのバイクの後ろに乗せてもらって同じ道を往復したりしてた。子供にとってバイクの後部の爽快感は凄まじく癖になっていた。ある日、そのおばさんが交通事故で亡くなったとの知らせがあった。まだ小さい俺は泣きながらおばさんのことを探していたようだった。そんなこともあったなと思い出し、そういえば旅行前日に眠れなかった時に見た影に対して、違和感のような既視感、モヤモヤを感じていたが、それはヘルメットをかぶったおばさんということで記憶が合致した。その時、その光景はより鮮明なものとなったとともに、また俺は新たな一歩を進み出したのである。感？どうでしたか？こんな体験したことあるやつ俺以外にいる？今でも思い出すとふと泣けてくる体験。俺はその事故以来車が怖くなって乗ってない。目を後ろの方向に向けると同じ作業服着た男の人がいた。が振り向いた瞬間に消えたってことなら数回あったよ。あとはふと見知らぬ家を見たら窓に顔がいっぱいあったり。しかも全部男。怖いなぁ。気をつけてな。では、みんなのコメントを見ていきましょう。守ってもらってるのか、あるいは一緒にいる人が事故になる体質なのか。事故に遭わないように、おばさんが助けてくれたんですね。行けなくする方法がすごい痛そう。危ないことに遭いやすいは引き寄せるからおばさんが守っているのかも。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。